皆さん、こんにちは。工学部機械知能航空工学科3年の MSM です。今回は私の授業の受け方について皆さんに話したいと思います。皆さん、大学生活はどのようなものだと考えていますか一般的なイメージで言えば、例えば大学生活はサークルや合宿をたくさん楽しんだり、 アルバイトに勤しんだり、友達と旅行したりするなどを考える人が多いでしょう。もちろんそういったことをします。しかし皆さん、大切なことを忘れていませんかそうです。学業です。今回は、私がどのように学業を行ってきたかということについて、学年ごとに話したいと思います。私の1年生の時は、 講義形式は対面講義のみでした。今のように新型コロナウイルスは流行しておらず、オンライン文化もなかったためです。基本的には教科書に沿って授業を進めることが多かったです。オンライン講義でも教科書を用いることはありますが、対面講義ではより用いる頻度が高かったのではないだろうかと私は個人的に感じています。対面講義では 予習が不可欠です。次の授業の範囲をあらかじめ読んでおき、どのような内容を学習するのかを自分の頭に入れておかないと、授業内容を理解するのが難しかったです。また、真面目に授業を受けるのは当然のこと。必要に応じて、授業の後に質問したりもしました。そうやって一通りの疑問点が解消してから、 家に帰って復習し、問題演習に励んでいました。これらが、私の1年生の時の授業の受け方です。しかし、私が2年生の時に、新型コロナウイルスが流行し出しました。そのため、私の2年生だった時、つまり2020年度は、私が受講した講義のほぼ全てがオンライン講義でした。特に、2020年度の前期は、 私の中ではオンライン講義の記憶しかなく、対面講義と打って変わって少し戻ったのを覚えています。オンライン講義では事前に先生が講義資料をくれたので、その配布しられた講義資料に目を通したり、載っていた問題をあらかじめ演習したりしました。当然、講義形式はパソコンで講義を受講するオンライン講義でしたが、リアルタイムで行われるリアルタイム授業、 録画された動画を見るオンデマンド授業。先生が実際に教室で授業を行い、その授業を対面で受けるか、あるいはライブカメラを通してオンラインで受けるかということを自分で選択できるハイブリッド授業の3つがありました。また、オンライン講義特有の現象としては、毎回の授業で宿題がありました。授業ごとに毎回宿題が出るので、非常に宿題が多かったです。 3年生になると、新型コロナウイルスの流行減少や、あるいは対策強化等により、一部が対面授業に戻りました。そのため、この動画を作っている2021年度現在は、オンライン講義と対面講義がそれぞれあります。それぞれの講義形式への授業の受け方は、前のスライドで紹介した通りです。3年生になり、徐々に対面授業に戻ってきたことは、交流が活性化するという意味で、いいことです。 ままとめに入ります。私はそれぞれの講義形式に合わせて授業の受け方を変えてきました。現在の情勢を見たところ今後完全対面の授業に戻ることはないかあるいは戻るとしても相当な時間がかかりそうです。しかし講義において予習授業復習の流れは変わりません。自立して学習していくことが重要です。